3人、60代の女性1人、80代の女性1人、年代と性別が非公表の10人、居住地が非公表の20代と30代の男性2人の合わせて16人です。また小樽市では10代の男性1人と年代と性別が非公表の1人、石狩地方では20代の女性1人、知別地方では30代の男性1人と年代と性別が非公表の1人、釧路地方では20代の女性2人、30代の女性2人、40代の男性1人、50代の女性1人、70代の女性1人、80代の女性1人、90代の女性2人の合わせて15人で、札幌市と合わせ道内全体で31人となりました。道は釧路市内の特別養護老人ホームと接待を伴う飲食店の合わせて2カ所で新たなクラスターの発生が確認されたと発表しました。道内の感染者は札幌市の延べ1731人を含む延べ2590人となり、このうち死亡した人は108人、治療を終えた人は2266人となっています。では続いて北海道の交通情報です。日本道路交通情報センター川俣さん、お願いします。はい、お伝えします。旭川門別道が事故のため通行止めです。旭川門別道は上下線の上川東雲橋インターと浮島インターの間が事故のため午後6時2分から通行止めになっています。高速道路は札損道の上り線が新川インターの出口で混雑しています。道央道、知別道、道東道に渋滞はありません。ただ道央道は札幌方面に向かう上り線の滝川インター付近にトラックが故障して止まっているため走行車線が規制されています。深川留萌道、日高道に目立った渋滞はありません。峠の状況です。主な峠は晴れまたは曇りの天気で路面は乾いています。苫小牧市内の国道36号線が工事のため車線が規制されています。国道36号線は苫小牧市の寿橋で工事のため新富町と紅葉町の間が上下線とも一車線が規制されています。付近は混雑する場合がありますのでご注意ください。ニセコ方面の冬の通行止めについてお伝えします。昭和町と蘭越町の間の道道岩内東野線のニセコパノラマラインと道道岩内蘭越線の任意峠はどちらも今度の月曜日26日から冬の通行止めです。日本道路交通情報センターの川俣がお伝えしました。ありがとうございました。6時57分です。こんばんは。続いて北見からオホーツク海側の詳しい気象情報をお伝えします。まずは現在出ている注意報です。網走地方、そして北見地方の全域に乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態が続いています。明日にかけて火の取り扱い十分にご注意ください。では各地の詳しい明日の天気です。網走地方は南の風、海上では後南の風がやや強く晴れでしょう。北見地方は西の風後南の風晴れでしょう。紋別地方、明日は南の風、日中東の風、海上では後南の風がやや強く晴れで夜は曇るでしょう。明日の海の波の高さは網走、紋別ともに1メートルと多少波のある程度でしょう。続いて明日の予想気温です。朝の最低気温は今日より2度から3度低くなる見込みです。網走市は4度、紋別市は3度、北見市はマイナス1度まで冷え込むでしょう。明日日中の最高気温は今日より3度くらい高くなりそうです。網走市と北見市は16度、紋別市は15度まで上がるでしょう。明日の降水確率です。雨の降る確率、午前6時から深夜0時まで1日を通して網走、北見、紋別地方 0% となっています。
明日は雨の心配はなさそうです。続いて週間予報です。あさって木曜日は雲に覆われ、金曜日には雨が降るでしょう。土曜日は天気が回復し、その後は全般に晴れる見込みです。金曜日は曇り時々雨の予想です。それ以降は晴れや曇りの天気が続くでしょう。週末は外出にも良い日和となりそうです。最高気温は平年並みか3度ほど高いでしょう。最低気温は金曜日頃まで平年より高いですが、土曜日以降は1桁台になりそうです。ではおしまいに、明日10月21日水曜日の網走港の満潮と干潮の時刻です。満潮は午後4時48分、そして明日は干潮の時刻はありません。現在網走そして北見地方に乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態が続いています。体調の管理もお注意ください。北見からお伝えしました。 JOKP NHK 北見第一放送。